一番綺麗な空を飛ぼうよ、確かな未来へ おはよう、大いなるバビロンよ。いい時代になったものだ。あんたもそう思うだろう？シスターケイト、マグダラ中央執行部が非常会議を招集しました。お急ぎを。現場は私が。ええ、お願いします。牧師、事態はそれほどに。まだ不確定要素が多すぎる。どの教会でも同じ現象が起こり、黒い太陽と赤い月が観測されている。気になることは山ほどある。赤い月、僕は見ました、赤い月を。あの時と同じだ。アイオーンが来たんです。なんだ。第一の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると血の混じった氷と火が現れ、地上に投げられた。そして地上の3分の1が焼け、木の3分の1も焼け、青草が全部焼けてしまった。アイオンはすごいね。僕も見たかったな、赤い氷。よろしければマンハッタンまで出向かれますか？アイオン様も来れば楽しいとおっしゃっていましたし。街は嫌いだ。人混みはノイズが強すぎる。申し訳ありません、出過ぎたことを言いました。いいんだ。ところでさ、人参多いよね。変色は体に毒です。うん。ヨシア様、腐肉の匂いだ。
太陽は毛の荒布のように黒くなり、月の全面が血のようになった。そして天の星が地上に落ちた。それはイチジクが大風に揺られて青い実を振り落とすようであった。天は巻物が巻かれるように消えてなくなるようだ。ご存知のようにマンハッタン、特にセントラルパークにあたる土地は霊的に極めて重要な場所です。マグダラの先人たちはこの地がパンデモニウムのリンボにつながっていると知り、苦労して結界による封印を図りました。現在発生している亡者の出現はこの封印が破られたことに起因すると思われ、今朝の赤い氷は結界を破るための手段だったと推論されます。シスター・ケイト、七つの翼による封印の復旧を迅速に行ってほしい。承知しております。待ってください。私も行きます。あんたはアイオンの怖さを知らないのよ。奴は地上代行者を欲してるんだ。私の弟も地上代行者だったからアイオンにさらわれたの。あんただけでも守りたいの。もう守られてばかりなのは嫌なんです。私も戦います。乗って。霊力によるパークの封鎖は完了した。あとは消結の封印、七つの翼の結界を復旧する。みんな所定の位置に3回、準備ができ次第私に報告を。あのロゼットがまだです。あの子ったら、こんな時まで遅刻。他の者は任務にかかってくれ。了解。こいつ浴びたら死ぬぞ。クロノの言う通りだ。正気はパンデモニウムに沈殿する邪気が形を成したもの。すでにかなりの犠牲者が出ている。牧師、邪気って？人の心だよ。心？人の悪意、欲望、本能の淀みが悪魔の糧となるんだ。気持ち悪い感じ。そんなものがマンハッタンの地下にあったんですか？地下といっても文字通りの地中じゃないがね。君たちも配置に急いでくれ。わかりました。はい、プリンシパティウス級と使い方は一緒だからね。はい。クロノ、アズマリア、早く手伝えよう。はい。もう次から次へと。終わりました。よし、あと一つだ。はい。ほら、すみません。急ごう。はい。ロゼット！クロノ！ダーデル！姿なせ！宝石の雫たち！降り注げ怒りもて大地作、雷雨がごとく凍てつなる2月。相変わらず苦戦しているようね。あ、サテラ、なんでここに？ニューヨーク市警に依頼されたのよ。あんたたち意外と信用されてないんじゃない？うるさいわね。ニューヨーク市警ってば節操なさすぎ。いいからさっさと結界張っちゃってよ。そういうの専門外なんだから。分かってるわよ。クロノ、アズマリア、仕事よ。来た。何？あいつが来た。
の感覚、悪魔。俺か。俺はアルファにしてオメガ、最初にして最後、はじめにして終わり。アイオン、アイオン。お前なら俺が来たと分かってくれると思ってたよ。ラーデン、姿なせリッタスユベール。よせサタナ、こいつはただの悪魔、全て滅ぶべし。随分と殊勝なことをするじゃないか、クロノ。クロノ。俺とパンデモニウムを変えようとしていたあの頃のお前はどこへ行ったんだ。帰ってこいよ、また一緒にやろうぜ。人間の世界もまんざらじゃないよな。俺たちが生きていられるのはこの世界の、この国の悪ことのない欲望のおかげだ。お前も委ねてみろ。お前と一緒にするな。そうか。やあ、ロゼット・クリストファー、愛らしく成長したじゃないか。ヨシアよ、タコ。答えなければ撃つのか。ヨシアの行方を知っているのは誰だ。ロゼット。頼もしいね、マグダラのマリア。だが俺は人を迎えに来たのだ。出ておいで、アポスルズの乙女よ。今日起こした全ての災厄はお前を迎えるための宴さ。第3班、結界準備完了。第5班、準備完了。第6班、準備完了。了解した。各班、現状維持で待機してくれ。ボクシー、ロゼットがまだ。もう、あの子ったら何やってんのよ。二人ともよそ見しない。ロゼット、まさか。ロゼット、君は誤解している。俺はヨシアを救ってやったんだ。救った。ロゼット、聞くな。悪魔の皆殺しを望む者よ。それにアポスルズの乙女よ。聞け、全てはあいつのせいだ。お前たちが神と呼ぶ者、お前たちの身の上に起こった数多の悲劇は全てあいつが仕掛けた罠だ。ロゼット・クリストファー、奴の声が聞こえたことが一度でもあるのか。ロゼット、聞いちゃダメだ。いや、ロゼット、やめて。ヨシアの弟の手がかりがいるの。悪魔が手を貸すわけないじゃない。お願い、お願い、サテラ。楽しいじゃないか。こんなにも苦しい時にお前たちが崇めるものは救いの言葉さえない。これだよ、これが真実の世界だ。あいつは何も見てない、誰も救わない。アポスルズの乙女よ、わかるだろう。光の祝福を与えておきながら、日々もたらされるは絶望、この矛盾にして欺瞞。あいつは暴力と甘い言葉を使い分ける。自尊心ばかりが肥え太った小悪党なんだよ。辛かっただろう、アポスルズの乙女よ。心穏やかなる場所を求めた流浪の旅が、そして10年もの間失った家族をあてもなく探し続けた宝石の魔女よ。苦しかっただろう。俺ならお前たちをあいつの呪縛から救い出せる。わかるか。故にヨシアは俺が救ったのだ。勝手なこと言わないで。銃を向ける相手が違う。真に倒すべき敵は天にいる。とはいえ、遺贈物のお前たちでは
あいつを倒せんな。俺ならできるなあ、クロノ。俺たちはそのためにトガ人の烙印を背負ったんじゃなかったのか。手を組め、人間よ。アポするぜよ。そのためにお前の力が必要だ。アズマリア・ヘンドリック。救いたいのだよ、俺は。よせよ、撃てもしないくせに。ヨシアは渡したのにか。かわいそうにな、ロゼット・クリストファー。だが俺ならお前を救える。ロゼット、俺に委ねろ、マグダラのマリア。今一度トガ人の翼を広げろ、クロノ。アイオン。やめてクロノ。さすがだ、神の祝福受けし博愛のアポスルズ。ダメ、アズマリア、それじゃ今までと変わらない。行こうか、アポスルズ。いや、きっとまた来る。あれは
本当のアイオンじゃないから。影ではあの程度か。わざわざ御母堂まで繰り出してくるとはね。姑息だね、あんたも。絡めてで行くか。黒野、そのアポスルズはお前に任すよ。結界の復旧成功です。ただ一つ問題が、トガビとの暗躍と密接な関係が。封印された第三の予言のこともある。慎重に主のご意志を図らねばならぬな。それがまた発作が。楽しみだね、フィー。僕以外のアポスルズ、早く会いたいな。私ではダメみたいです。やっぱり本当のお姉さんの方が。頬寄せ合って心